ビューティーの 4K メイク教室、自衛隊初可愛い女の子専門メイクさんのビューティー佐口です。今日のお相手はよろしくお願いいたします。ということで今日は、ここの場所、東急目黒線の専属駅の、カフェランスミレさんというところに来ております。ということで早速なんですけれどポイント1から、解説していきたいと思います。じゃあスチームしながらですね化粧していきたいと思います。化粧水ですね。保湿やっぱりするのにですね、お化粧水はとってもしっとりみたいな、しっとりしたやつがやっぱりいいんですよね、夏場でも。で、しっかりと、お化粧水つけたら乳液とちょっと時間短縮、乳液と時間短縮したいなって時に下地も一緒につけちゃったりなんかしちゃったり、化粧水でしっとりさせておけば、乳液結構さっぱりなやつでも大丈夫で、なおかつ、下地と一緒に混ぜて使っても化粧水でがっつり保湿してるんで、まあ、一気にいけるかなと。でファンデーションを塗ります。やっぱりクリームタイプのファンデーションがいいですよね。伸びもいいですし、カバー力もありますし、なおかつ保湿してくれるので、メイクの大事なところって目に見えるものは全部映っちゃうっていうところだと思うんですよね。まあ、映っちゃうっていうか目に見えるものは全部映せるみたいな、映したくないものは映して逆なんだっけ逆なんでしたっけ、したいものはやつるとしましょうということでございます。で、またポイント的なところでお粉の中にですね細かいラメみたいなのが入ってるんですけど、ラメがソフトフォーカスみたいな感じで肌の上でキメを作ってくれるみたいなお化粧品があるので、最近おすすめです。だいたいお肌仕上がってきましたけれども、普段どんな系が多いんですか？お化粧そうですね、普段はあんまりファンデーションとか塗らない。さっきクリームファンデの、はい、保湿も一緒にできるとか気にする、うん、でも、まあ、一番いいのはお化粧しないのが一番いいですけどね、肌にはなんて言ったらメーカーさんに怒られるほんと普段
普段お化粧してない人の肌って結局キメが細かいんですよね。肌トラブルイコールキメが崩れるで、キメが崩れるイコール乾燥ってことはやっぱり保湿が大事。ポイント1ということで、アップにした時の繊細さっていうのがポイント1だったんですけれども、まあ目で見たものすべて映せますよってところで、目で、見えちゃいけないものはすべて隠しましょう。キメとかそういうのも、目に映るものなので、ぜひぜひキメ作ってくださいっていうのがソフト効果と保湿でした。